はい、どうも皆さん、こんにちは。もうすぐ8月が終わってしまって、9月がやってきますね。もう1年が、もう2020年で、もう4ヶ月しか、ないっていうことに衝撃を受けております。何一つ、コロナのせいで思い出ができておりません。グラグラチャンネルの、ケースキジキャックの、橋本環奈です。ブーンということで、いや、本当にね、もうね、夏、今年の夏も何も一つ覚えてねえか。てか、本当に思い出がない。去年とかね、エアギター世界選手権のためにフィンランドオール行ったり、あとクラカン世界選手権ドイツ行ったりとかね、思い出あったのに、2020年街で何もね、はい。そんなね、何も思い出がない私ですけど、今日はですね、公式さんから、開発ビルドをお借りしてですね、9月の新スキンですね、こちらをですね、皆様にお届けしたいなと思っております。はい、後日。はい、こちら。何かわかりますかね、皆さん。アチャケがくる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 回ってますか。こちらですね、海賊クイーンとなっております。なので、早速なんですが、モーションとか動きとかね、いろいろ見ていきましょう。さあ、そしたらね、海賊クイーンの方ですね、選択していくと、はい、こんな感じ。なんか、クールビューティー的な感じですね。髪型もね、ショートヘアに、思いっきりね、カットしまして、何でしょう、失恋したんですかね、わかんないんですけどもね、思いっきりね、イメチェンですよね。もうめっちゃイメチェンして、ちょっと、クールな感じ。洗濯するときもさ、はい、こういう風に洗濯すると、なんかちょっと爪先とかをさ、こう見てて、ね、なんか、ちょっとクールな感じですよね。で、なんかね、普通のクロスボーイ、なんか、いつもになんかでっかく感じますね、このクロスボウ。なんか重そうですよね。これおそらく怒りをね、これね、怒りをね、こうモチーフにした感じなんでしょうね。で、やっぱなんか他の、アチャクイと比べてね、クロスボウがちょっと少しワンサイズ、一回りでかくなったような。重そう、怒りだからね、重って言って、持ち上げてる感じ、出てますよね。なんだろう、今まで一番ね、自分ね、クイーンのスキンで好きなのが、アイスクイーンですね。これも美人っていうか可愛いじゃないですか。可愛いじゃないですか。なんかやっぱクールさが出てますよね。なんかちょっとロイちゃんっぽい感じかな。ちょっと、肌の色濃いめでね、ちょっと、日焼けした感じで、ロイちゃんっぽい、感じになってますよね。ロイちゃんどんな感じだっけ？ロイちゃん、ロイちゃん、こっちで見ればいいか。ロイちゃんにちょっと近いかな。肌もね、焼けた、程よく焼けてるっていう感じですね。じゃあ、洗濯した時どんなモーションが出るのかね、見ていきましょうか。アイスクイーンだったら、こういうはい、雪の女王になるんですよ。で、もみじクイーンだと、はい、枯葉が、こう、出ますよね。こんな感じで、なんかしらね、海賊クイーンになった時、なんかしらね、そういう絵があるのかなと思って選択すると、何も、ないですよ。もう一回やっていきますよ。メカクイーンだったら、矢を飛ばしていくっていう。ちょっとこのメカクイーン怖いっすよね。あんまり評判がよろしくなかったメカクイーン。ただ、海賊クイーンは、はい、何もないっていうね。何もないんかいっていう感じですよね。で、じゃあちょっと、タップしてみましょう。タップするとさ、いろいろ動き変わるじゃないですか。例えば、これやると、はい、思い切って、スキン選択した時と変わんないっていうね。他のクイーンのやつも見ていきましょうか。タップすると、矢を飛ばすっていう感じですね。古代クイーンはどんな感じだったっけ？古代クイーンは、これ、持ち上げる感じですね。じゃあ、そしたら、乃木坂クイーンですね。こういう風に、お辞儀するんですよね。お辞儀してくれるっていう感じですね。ね、いや、乃木坂クイーンじゃねえ。選手クイーンですね。なんか、黒髪清楚な感じがして、なんか、乃木坂46にいそうだなっていう風に思ったんで、勝手にそう呼んでんだけど。で、アイスクイーンはこんな感じですね。で、もみじクイーンも、選択、回ってくれるんですよ。こいつが唯一なんかしら、飛び散るっていう性能持ってますね。で、あとはバルキリークイーン。バルキリークイーンもね、可愛いですよね。バルキリークイーンも好きなんですけど、バルキリークイーンはちょっと矢を持ち上げるぐらいな感じ。で、剣闘士クイーンに関してはね、こういう風に、お辞儀をする。じゃあ、通常のクイーン、そういえば通常のクイーンにもう何年もやってないから忘れちゃったけど、通常のクイーンは、こう手を振ってくれるっていうね、そんな感じですよね。なので、じゃあ、ちょっと海賊クイーンの、動き見たいなっていう人いると思いますね。ちょっと動き見ていきましょうか。はい、じゃあそしたらね、リングの点滴、あたりですね、チュートリアルモードで、やってみて、これ援軍釣りだよね。なんかこれどうやったっけ、どうやったっけあんま覚えてないや。覚えてないんだけど、なんかここら辺あたりにね、出していきますわな。で、ビビドラとかでサイドカットしていきながら、ね、こんな感じだったよね、なんか確か。で、まあヒーラー、
つけていきます。さあ、海賊クイーン、どんな感じの動き？どんな感じ？まあ、モーション的にはそんなに、まあ、通常のアチャクイとは変わんないかなっていうイメージにはなりましたね。で、ここからどん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 中に入れていってあげて、削りをやっていきましょう。そうですね。動き的なもんはそんな変わらないかな。で、まあ、海賊クイーン出たんだったら、じゃあ、10月は海賊キング、で、11月は、あれですね、海賊ウォーデンとかね、そんな感じになりそうですね。あ、そうなったらちょっと面白いんだ。海賊シリーズ結構好きかもしれない。そう考えたら。ね、いいよね、結構。で、こっから霊場落としての、霊場ホールブレイカで、壁開けの方してって、これどうやってっけ、なんか、東海兵舎からの、こっちも霊場を使ったような気がする。で、こっから壁開けの方してって、で、バーバキン鉱山が展開してってやってってやる。で、クローク使っちゃって、さあさあさあ、どうなる？どうなる？こっから、あ、そうだ、気絶してる姿見たいよね。気絶してる姿見たいんで、こっからフリーズを使ってって、ちょっと、進行ね、を助けていきましょう。で、こっからなんか、これ、あれなんだよな。ギガホーク、この、練習モードでめっちゃむずいよね。めっちゃむずいんだよね、これ。で、あ、やられましたね。オッケー、やられたんで、ちょっと見ていきましょう。見ていこう。どう？もう、あとは攻めなんてどうじゃない？え？あ、なんかかわいい。なんかかわいいね、これ。いい感じ。いかに、クロスフォーが垂直に立って、で、あ、矢が森ですね。矢が森。あのね、漁師さんとかがよくやる。矢が森なんだ。あ、これはちょっと面白い。これは面白い。怒りのクロスフォーで森を飛ばすっていうね、そういう仕様なんですね。あ、これはいいな。で、なんか、頭にさ、なんか、ドクロマーク的なもんついてるのかな、これ。なんかドクロマーク的なもんもついてる感じがするし、やっぱなんか、やっぱ服装全体がもう海賊的な感じになってて、なんかいいっすね。海賊キング、海賊ウォーデン出てるのかな、やっぱり10月、11月は。出たらね、やっぱこれ買っていって、こう海賊シリーズで揃えていきたいですね。てか、あとね、個人的にちょっと思ってるのが、パーティーウォーデンが、まあ、去年の8月出て、で、パーティーキングが、今年8月じゃないですか、なんか1年ごとに、こう出るのがね、なんかちょっとムラムラするね、モヤモヤするっていうか、早くもうパーティーシリーズで育ってないなって思うんで、なんかパーティーシリーズで3ヶ月連続出してくれたら嬉しいなっていう風に思ってるんですよね。なんでね、最後のパーティークイーン、パーティーロイちゃんとかもね、じゃあそうすると再来年はパーティーロイちゃんが出てくるのかな、8月ね。その頃にはタウンホール14とか出てきそうだけどね。で、いう形になりますんで、いや、この海賊クイーンのスキンめちゃくちゃいいですよね。もう自分もね、9月ももちろん、配角員企画やろうと思います。ゴールドパスで、もう無課金最速でゲットするね、企画やっていこうかなって思ってますんでね。皆さんぜひともね、そちらのね、動画もね、楽しみにしていってください。はい。というわけで、今回はですね、9月のゴールドパースで、ゲットできるようになる、アチャクイーンの支援スキンですね、海賊クイーン、こちらをね、ご紹介していきました。いや、歩いてる姿、なんか立ち振る舞いも、なんかかっこいいっすよね。めちゃくちゃかっこいい。あ、で、そう、頭についてるやつ、あれ、ドクロマーク？なんだこれ。何マークだこれ。スーパーユニットとかのマークなのかな？なんか、ね、頭のメダルの部分。あ、ドクロマークついてて。あ、かっこいいな、こうやって。よく見ると。細部までよく見ていく。あ、後ろの、この矢の、あれのやつ、怒りだ。怒りになってていい。で、なんか海賊らしくさ、こう、ロープでさ、ちゃんとね、矢とかの、あれ、矢を入れるあれをとかね、縛ったりとかして、これどこに、こうどうやってついてるなんか、いや、でも、縛り付けてる感じ出てねえな。けど、なんかマントにくっついてる感じじゃん、接着剤つけたのっていうような、そんな感じなんだけど、いや、でもかっこいい。で、こうやってよく見るとね、森になってるってね、矢が森になっててかっこいいっていうね、形になっております。なのでね、皆さんもですね、よろしければ、ゴールドパスですね、来月ね、購入してね、こちらの海賊クイーンですね、頑張ってポイント貯めてゲットしてみてはいかがでしょうか。で、こういう風にね、公式さんがね、開発ビルドをお借りしてね、最新情報ですね、いち早く動画でご紹介していきますんでね。まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録の方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。